日用品を追ってプロクターギャンブルの4月から6月期の決算は売上高が増えるとの市場予想に反し0.1%減少しました主要市場のアメリカや中国で消費者の買い控えが進んでいることが響きました P&G は販売促進のために平均価格の引き上げを1%程度に抑えたものの販売数量があまり伸びず減収に繋がりました 決算を受け、P&G の株価は4.8%下落しました。